金網の場合編み始め、もう極端に言うと2倍3倍注意して編み始めを作らんと次編めない。1箇所ずれると全部ずれる。目線がちょっとずれると編み目もずれる。集中してるんで瞬きはしていない。菊の花の形にそっくりなので菊出しという、菊の編み出し。変な話、息子の生年月日も覚えてない。そうやね。ちなみに言っとくけど、誕生日会とかしてもらったことないしね。だ俺も親父の誕生日つい最近まで覚えへんかったしみたいな。なんかね、だからうちの家族ちょっとね、おかしいんですよ。ただ、今いい意味でも悪い意味でも言えるのは、ちっちゃい頃から金網辻というか、辻、この僕らの中では主語はいつもものづくりやった。